待望の儀。周囲の方々へ感謝の気持ちを忘れず、これから努力していきたいと思います。本日待望式を迎えた42名の学生の皆さん、おめでとうございます。と学生生活も折り返し地点に来ました。これからは患者さんの前で今まで勉強してきたことを発揮する実習が次々と始まってきます。今日誓った言葉を大切にして、ナイチンゲールからもらった炎のように温かい看護を、患者さんに提供できる人になっていってほしいなと思います。
その応援を私もしていきたいと思います。共に看護を考えていきましょう。おめでとうございました。はい、3、はい、ありがとうございました。